Hello everyone and welcome once again to the YouTube channel. We are on the verge of reaching a quarter of this Kiki series. I believe the total amount of videos is about 43 to 44 videos, so we are on episode 9. Once we reach episode 11, we'll be a quarter of the total amount in. And yeah, this episode is number 9, and it revolves about steamed buns. So as my usual prediction, I will say that I will go that one person will guess, and that person will be Tanaka. So let's start. この一口に命をかけろ、賞金10万円争奪キキ肉まん。このキキシリーズ、キキシリーズ第9弾でございます、第9弾ですけども、はい、僕はねもう今日はあの絶対当てます。はい、山田君にね詐欺のような祝いでね25万取られたんですよ。あ、そうなんですか。25万も払わされたんですよ、この腐れカップルのせいで。ちょっと待ってください、絶対に10万は取り戻しますからね。じゃあコンビニ百貨店から横浜中華街など、はい、全国各地から15種類の肉まんを用意しました。はい、今日もし失敗した場合の、罰的なものが腫れるんじゃないかな。いや相当すごい、相当だと聞いてますよ。腫れるって何が腫れるの。テーマはね、腫れる。テーマですか。何が腫れんねやろ。I wonder what the punishment is going to be. It's talking about swelling. Something will swell probably. I mean, if you get a slap, you get a yeah, you can get a swollen face or something like that if he's hit hard. I don't know. Let's see what kind of punishment there is. And let's see if our prediction pans out today. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。最初の挑戦者はココリコ遠藤。出題されるのは全国に40店舗を構える高級中華料理店銀座スターの肉まんに決定。まずは遠藤慎重に試食をし、その味を覚える。何でそんなみかん食べるみたいな。中の具をちょっと中の具をババアがみかん食うとき。食べたことあるようなやつだと思うんで、コンビニ系統で絞っていきたいと思います。はい、双葉食品の行ってみたいと思います。ローソンで販売。ああ、はい、コンビニで確か They have a lot of convenience shops over there with a lot of these products. Lawson's is one of them. They also have Family Mart. They have 7-Elevens. I think they have a few more, but I can't quite recall the names of all of them. But they actually have very good products over there. And when I was there, I really enjoyed the products that they had. But let's see if Endo can get this one right. あ、怖えもうだ。やべえ、これ全然分かんないですね。あ、そう。さっきのはどんなんやったんや。さっきのはどんなんやったんや。さっきのは本当シンプルな肉まんの味しかないので、これは本当にシンプルな味なんですよ。これやん。これやん。そうね。これやん。自分で言うたやんか。でもね、今日絶対分かんないですよ。ちょっと待って、こんな難しいの。めちゃめちゃ難しいですよこれ。食パンも当たれへんかったのに、さらに具を加えられて当たるんですよ。おい、具がどんな具か、俺だけに。あ、もう違う、違うんちょこ、ほんまに違う。私が食べたのは双葉食品ではございません。 OK, nice job.私が食べたのはコンビニの後押しで味見をしていく遠藤。しかしどれもいまいちピンとこず、気づけば怒涛の4連続クリア。コンビニじゃなかったってことか。
崎陽軒いきます。あ、これはなんだよ。いや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 豚小屋でこれはなん、ちょっと待ってくださいね。いや、こんだけ椎茸入ってなかったような気もするしな。で、ここも椎茸入ってるやろ。入ってないし、これなんかもうちっちゃすぎてもう参考にない。いや、心で思ったらいいじゃん。自分だけの問題やからな。椎茸で語られるもんね。あ、ちょっとつまむよ、そういうとこ。あ、もう行こうかな、これ。まあいいや。あら、whatever。 なんか後ろでごとごとなんかスタンバイしたような気もするしないの。ちょっとやめようこれ。私が食べたのは崎陽軒ではございません。Oh, you heard someone on the back, on the backstage over there, on the, on the, their right hand side is usually where they come from the door, and he heard someone say stand by. Probably he's got scared and he knew that that wasn't the right one, soLet's see if he can escape another one. Oh, 今の今ちょっと冷静に判断。おお、来てますよ。銀座アスター行きます。It's the right one. Well, let's see.銀座アスターを食べたことあるなこれ。お、あるの。はい。そう。あ、これ違うな多分。いや違う、私が食べたのは銀座アスターではございません。うわー、銀座アスターかよ。まいげまいげまいげ、わーおドラマなんか何やめトルマランカやめしまい。あいったー、わお、ぐだぐだやられ損ですよ。あんなもうこんなに嫌ですわ。続いての挑戦者は浜田。危機シリーズで過去に最も正解を出しているだけに期待したいところ。The superstar of the Kiki series, three stars. 資格を阻まれると恐怖が研ぎ澄まされるから。Yamasaki with two stars. うわ、出来合いしてるやん。出来合いやん。すごい。可愛いってしゃあないね。ごっつい見てますよ。わかんのかなあれ見て。ね、これもし吉本入って成功しなかったらこんなんですよ。肉まんをスーパーとか行って、あ、よしなんか言われて。よかったですね、成功して。やばいっすよ、ものすごいデブのおかんに読む。何してなんだもん、よしな奥さんね、言われて。肉のハナマサ、あれ見ててね、選んだっていう、ね、なぜ肉のハナマサにしたのかが、うん、見てましたよ、うんうん、まあやるわな、まあうん、あれ絶対当たらん思うけんな。そうそうそう、I don't think this time、ほべたに聞いとるからね。ほべたに覚えさせたからね。違うな。え、これなんか。The usual。The usual。これなんか。いやいや、もう聞かれてることが通じるならもうミリオネアで1000万みんな取ってますよ。みんな取ってますよ。あれも苦労しない。え、これか。ほべたに聞いたでしょさっき。ほべたはなんて言ってた。ほべたはそうちゃうかって言ってんだけど。マジですか。具が違うのよ。ああ、じゃあほべたを信じるか、せやねん、自分舌を信じるか、せやねん、どっちかしかないですね。うん、中身違うから、もうこれ違う。私が選んだ、私が食べたのは肉の穴マサじゃございません。おー、
お前ら汚いわリアクションが。来てるんちゃうのこれ、サンジェルマンちゃうのこれ。それはサンジェルマンでしょ。これはね。うわー難しいな。これ違うかと単価しばっから。The usual gag. The usual gag. これ怖いな。うわーどうしようかな。これでいっとこうかな。かつくやろこいつの顔。うん、おしばっから。目つけられたな。なんで目つけられた。なんでですの。怖いで。あせやな。私が食べたのはサンジェルマンです。Going to get going to get nunchuck. はい、いた。いた。No warning. あいつまだテンパってるやないか。3人目の挑戦者はココリコ田中。毎回惜しいところまでは行くのだが、果たして今回はどうなのか。出題されるのは首都圏の有名パンメーカーサンジェルマンに決定。Oh, so the same as a model? Let's see. あ、やろうか。それやわらかい。あの、だいたい全部やわらかいと思うんで。感動すな。な、何しとんの。もう一回さってどこ行くの。それやらんかい。そうですよ、そうですよ、ダメですよ、今の。ルールやんですよ、これ。それさ、それやらんかい。完全に触ったよ。怖い男やね、これ。浜田、こんな子やったっけ。Sorry, Tanaka, spending the rules. まあ、ある種ね、吉本一、こんばばと。吉本一番。I don't know what Yoshimoto is. If someone knows, please comment. 違う。え？違う。マジで？僕が食べたのはミニストップではございません。Good job, Tanaka. 私が食べたのは。この後田中は何の迷いもなく次々と正解を繰り返し、驚異の6連続クリア。どうやら完全に肉まんの味を見切っている様子。Good job, good job. Let's go.もう全然違うんやもん味が。はい、覚えてます味を。で食べたやつと全然違ってました味が。確かに今までの人たちよりも確実に違うと言って、はい、言い切ってますから、うん、なるほど、ね、銀座スター違うぞこれも。早いな。早いよ。食べてないで今。言っただけでわかる。違う。やっぱ中国行っただけあるわ。いやほんまそうなっちゃいますか。なあねえ。食べたのは銀座スターではございません。ほら、もう俺らは答え知ってるからな。ほら、ね、うわ成果が出てんじゃん。いけるぞ。確かにこの僕が食べたやつっていうのは少しの断片じゃないですか、うん、ただその断片から想像すると出来上がり具合がまずこんなシワが寄ってるやつじゃないというのが分かりました。触った感じで少しだったんですけども、あの分かるじゃないですか。よう喋るなお前。お前珍しいの雰囲気がこういうタイプと、はい、こういうタイプがありますね、はい、2種類ね、はい、となるとサンジェルマンか双子食品に絞り込まれてくるんですよ、うん、よし双子食品よし。匂いは近いな。持ってる感じも近い。あ、思ってた通りや。怖い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 。中国行って変わったんじゃん。ちょっとか。何今のコメント。怖いですね、なんか。思ってた通り。あらな。ビシビシ来てる。すっごいわ。こんな感じだったな。ただ。もう少し味が濃かったと思う。調味料的なその味付け的な
あの味が僕が食べた方が濃かったんですとなると双葉食品のこれよりももっと濃かったんです。違います。 Okay, good job. 僕が食べたのは双葉食品ではございません。おっしゃー、サンジェルマン、匂いすっごい近いです。おう、oh. OK Please get it right. あれ、もうあとあれだけやもんね、いわゆるシワのないやつね。いや違うなこれ、あ違うなこれ、どうしよう大きいね声がどうしよう、思え心でどうしようって言われた。なんか Please don't do this, don't do this to me, please, please。 違う、想像してたのとちょっと違いましたわ。丸みを置いてると思ったんですけど、味が違う、僕が食べたのはサンジェルマンではございません。でもこのつるっとしたタイプとシワのあるタイプに分けたのは大正解ですし、サンジェルマンは確かにないんですよ、つるっとしてるんですよ。でもサンジェルマンしかないんですよ。にもかかわらず味が違う言い出すからね、みんな笑いこらえるのに必死だもん。よし、4人目の挑戦者は山崎芳生。はい、行きましょう。はいよ。何やそれ。出題されるのはデイリーストアで販売されている山崎製パンに決まった。耳たぶとの温度差ですか。いや温度もしっかり、もちろん柔らかさですね。これはお、ちょっと待って、めっちゃ似てるな。あかんやん、比較にならないですよ。似てるな、あんまり。まず絶対に加工してないですね、お前ら。加工ってどういうこと？例えば爪でチュッチュって作ったというとか。ああ爪で形をチュッチュッと作ったりとか。ああ、してます。そんな意地悪はないね。ないないない。オッケー、じゃあ決まりました。え、もう決まったんですか？ You decided what? これすげえ。マジか。これはすごいよ。なんで決めれんねや。決まってる。いや、選んでるじゃないですか、今。決まってる。出ました、両手ぶらり戦法じゃないですか。ジョーや、ジョー。そんなになってなかったのに、どんどん両手ぶらりに。何や、指揮者や、指揮者。ちょっとまたやってない。やらしいですよ、ちょっと。どうやもん、いつも。そう、今手前に、はい、どういう意味やねん、はい、しているのは何ですか。下げた、下げたで。どっちやねん。はい、もうこれで僕決めましたね、大体。じゃあ僕当てに行きますわ。下げたのがそうやということ。下げたのが多分ね、うん、可能性が高いと。可能性は高いです、うん、まずは Oh, he chose one of the right. He chose the correct one. First try. 違う。何を持ってるんだよ。違いますわ。ザキさん。何回やってんねん。3人やってるんねん。前で。映画にしてやもん。そら持っていったの。全然違う。わかりますよ。これはね、明らかに違いますわ。こう。山崎製パンは明らかに違います。ちょっと待って、うっせぇやー、待てろやー、待てろやー。 Oh my god、 嘘みたい、嘘みたいな。もうええぞ。うわ、大丈夫？
そりゃ泣くわ怖い顔面ですか顔面開いた顔面怖い怖いうわあんな自信あったのに一発目で全然違う言うてましたから、ここ最後に。そうですよ、お願いします。もうね、君たちの低たらくを見て、俺はもうイライラしてたね。で、これまあ、積み上がっていって、まあ、俺が当てたら50万になるわけやねんけど。最後の挑戦者松本への出題は、横浜中華街の有名店崎陽軒。厚みがね、やっぱ違うんですよ。もう大きさはね、まあ、その、ね、このな切り方、切り方ね、そうですね、全然違うからね。どうでしょう。まあ、味ですよ、うん、刻んでるわ。He's making a mark on his arm. 刻んでるよ。それは無理やろ。He's making a mark on his arm. ちょっと銀座アスター行きます。He has no idea. ちょっと何向いてるんですか。気持ちいい。びっくりした。分かってもた。No no no。いやいやもうええって。もう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 。白子白子。白子。これや。久しぶりに聞いた。これやこれ。絶対これやんな。うわ。He has no clue. なんでこう言ってもうてんやろ。これもしょうがない。でも絶対これやと思うね。何この、こっち誰も何にも言えへんやん。これでしょ。Using Hamada strategy. Yes.うわ、ものすごいみたいわ。つけませんよ。絶対つけませんよ。早押しいやん、もう。最後やかな、ほら。来たね、こっち。来ましたね。僕ね、今本当に行こうと思ったんですよ。行こうと思った時に、今バキューンと目に飛び込んできたのが、このミニストップ。ああ、はい、はい、ちょっと待てと。でも、いや、違う違う、でも、ミニやろ。なぜ今これが僕の目に飛び込んできたのかが、ものすごく今運命的なものを感じたんですよ。What are you going to do, 松本？今チロッと浜田がもうチロッと見たね。私が選んだのは、私が食べたのは銀座スターではございません。ナイスジョブ。やったー。騙されんぞお前の中に。何やねんもう。これかな、長いね。これで完全に勢いに乗った松本は、この後なんと起死回生の4連続クリア。正解を目指し下走る。伊藤洋華堂でもございません。おトン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 と、なんか、ね、ここからちょっとペースが上がってきましたね。来てるね。It's the correct one, so let's see.He's giving those puppy eyes. 近いなぁ、okay. ただね、He has a feeling. 210円でしょ。そんなに、そんなにね、根の張ったもんではないと思うんですよ。僕が食べたのはね、もっともうおやつ感覚のお菓子感覚やったんですね。うん。違うでしょ。崎陽軒で騙されると思ったやからはどこですか。
何言ってあるんですかね。そうですね。さっきから長いね。いやでもあの辛い局面なんで大あくびやねん。あの辛い局面を乗り越えたこの俺がこんなとこでつまずいてるわけにもいきません。私が食べたのは崎陽軒ではございません。Let's go nunchuck guys in the park。What happened over there? He missed. 全然ついてへん。なんかぐず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 やって結局落ちないみたいな。That was an anticlimactic ending, but they saved it with a couple of jokes over there. But yeah, I was thinking one of the guys would get it right, but again, my prediction was wrong, as usual, I think. And yeah, this is the episode 9 of the Kiki series. It was the steamed buns, and I will see you on the next video. Thank you.